のパンツは何色？あ、今日ラミーからもらったやつ履いたんだ。ラミーからもらったやつ履いてみた。なんかでもチクチクすんだけど、このパンツ。ラミーからもらった白いパンツ履いてんだけど、なんか短い。なんか丈が短いね。いつもおへそ上かおへそ下くらいまであるパンツ履いてるのにさ、なんかもうほぼ出てないっていうくらいなんか短いんだけど、これこういう仕様なんかな、刺繍みたいな、なんかスケスケなんだけど、これとりあえずなんかめちゃめちゃスケスケなんだけど、このなんかスケスケのこう刺繍たちがめちゃめちゃチクチク刺さってくる。つまり僕のスパチャで買ったパンツですね。なんだっけ、ラミーのところにパンツ代投げに行ったんだっけ。うん、あ、寒いのそれ原因じゃないって。あ、確かに、いつもよりパンツが短いから、もしかして今日はねね寒いのかな。絶対そうだ、やばい、パンツ風だ。ちょ、ケートパンツ。いや、そうだよ、次世代インフル、やっぱ次世代美少女インフルエンザにね、ランクインされたからにはね、毎日履いてるパンツも公開して、あの下着からおしゃれをねしていくっていう。そうそうそう、やべえ、パンツ風邪ひいちゃったかもしれない。あなたはどこから？ねねはパンツから。あなたの風邪はどこから？ねねはパンツから。ピンポーン。パンツ風邪を大事に、お大事に、みんなも気をつけて、マジパンツ風邪には。新しいパンツには気をつけて。危険だよ。新しいパンツはマジ履き慣れた、やっぱタラタラのパンツはさ、やっぱもう、あの長年共にね、日常を過ごしてきたなんか信頼感みたいなのがあるけど、やっぱ新品のペカペカのパンツは、あの、やっぱ、まだやっぱ危険がいっぱいだ。まだ日が浅いから、これから仲良くなっていく必要がある。緊急会議だわ、この後。お風呂に入る前に全裸になって緊急会議が行われるわ。新しいパンツと向き合う方法についての。痛っ。